昨日に引き続きオリンピックのヨーロッパ予選の話ですけれども、イングランド、イギリス予選敗退ということになりましたね。ねえ、今イングランドって去年ヨーロッパチャンピオンになったところだし、まあね、乗りに乗ってるライオネスっていう感じでね、すごく調子がいい感じだったと思うので、結構衝撃でした。まあもともとね、昨日の段階で割とやばそうっていう状況は分かってたんですけども、まあ、とはいえね、ライオネスですよ。ライオネスなんでね、なんだかんだはね、決勝に進んでくるのかななんて、ちょっと思ってたんですよ。なのでね、ショックでした。はい、衝撃でした。ということでね、なでしこジャパンは、パリ五輪に出場したら、スウェーデンにも、イギリスにも当たらないということになりましたね。強豪がね、減りましたね。うん。そういう意味ではね、まあ、喜ばしいと言っていいのかわかんないですけど、ちょっと予想外の展開かなと思います。で、今朝の試合で面白かったのはやっぱりグループ A でオランダ対ベルギーとイングランド対スコットランド、このね2つの試合だと思いますけれども、まだねハイライトでしか私見てないですけど、ハイライトでもね十分にね面白い試合でした。どっちもね、もともと試合の前はオランダが1位でイングランドが2位で、で結構なんて言うんだろう、ギリギリの感じの戦いで、だからねどっちもね、もちろん試合に勝つことは当然プラスアルファできる限りね、たくさん得点する必要があったと思うんですけど、まずねオランダが4対0でベルギーに勝ちましたよね。すごかったのが最後の2点がね、アディショナルタイムで入れたってとこですよね。2点ともね、ねそこでね2点入れてなかったら結果も変わってきたと思うんで、すごくドラマチックなね展開でしたよね。その2点を入れた人がねダマリス・エグロラって人なんですけど、私ね彼女のこと知らなかったんですけど、この選手についてちょっと調べてみたら結構すごい人で、今リオンにいて、でその前にエバートンにいて、オランダとスペインのハーフの方らしいんですよ。でね、もともと2019年にスペインの代表としてデビューしていたんだけど、2022年にオランダの代表にこう変更したらしいんですよ。ハーフの方だからそういうことが多分できるんだと思いますけど、まあ、だからね最近オランダ代表になったばっかりっていうことで、もうオランダの人たちもねよくオランダに変更してくれたってきっと今なってると思いますけども、この試合オランダ対ベルギーね、あの1試合目は、ベルギーが勝ってるんですよ。だからね、まあどうなるかわかんないなと思ってたんですけど、そのダマリスが最後2点取ったことで決勝進出をつかみ取ったわけですよ。一方イングランドね6対0で勝ったんですよ、スコットランドに。6点ですよ、6対0ですよ。もうそれはもうかなり十分、もうね十分なんじゃないかって思うような点数ですけども、多分1点足りなかったのかな、ちょっと正確には分かんないですけど、この表を見る限りゴールディファレンスがね1点差なんで、もし1点違ったら違ったってことですよね、多分ね。そう思うと本当に僅差だったんだなと思います。すごい展開ですね。試合内容も本当すごかったし、まずジェームズがね相変わらずキレッキレでしたし、ミードもね完全復帰したかのようにゴール決めてましたしね、最後のね6点目のルーシー・ブロンズのね点ももう鳥肌ものでしたよね。なのに厳しいっすね、ヨーロッパ厳しい。で、ドイツがね引き分けだったり、スペイン対スウェーデンが、まあ、スペインがねすごい大逆転したりとかありましたけど、最終的にドイツ、フランス、スペイン、オランダ、この4つが決勝に進むということになりましたね。その決勝戦は2月にあるということで、12月11日にね組み合わせとかが決まるらしいです。もうすぐですね。ということでね、2月の決勝戦をね楽しみに待ちましょう。ということで See you tomorrow。